皆さん、こんにちは。マーティンで,日はティンです秋屋創業の話をします。秋キはね、大、ハイハードル。ま、秋は名字であって、秋葉から大は、高校時代一緒に働いて軽減しようと意気投合しながらの由来ではございます。確かに、まあ、店名変えるつもりはなかった。秋キというお店は本当に驚きました。他ね、本当に、当時の貯金はま、500万だそうですね。足りないので、残りは信用組合に変、まあ、えるつもりです。開業資金は貸かせないと断られてしまったのしかし、 人通りのままでなかなかうまくいかないし、家庭も大変なもんでございますね。はい。もう、やはり脱ラ,ラですよね、脱ラ,チサラ確かに開店こに続けも観光通りの状況です。これ、一年後の閉店を経営者だと大逆転したそうでございます。はい。これでお店大根1本10円。その広告を見てわざわざ買いに来た人いるね。元気あって面白いお兄ちゃんに、ね、はあなた頑張ってから、うちこの嫁のお店に聞くよやはり、 評価が上がったそうです。口コミも。うん。平手の危機を救ったのは、やはり口コミ客が多いですね。やはり一日本当に大変ですけどもね。はい。朝食はサラダー、飲むヨーグルトくらいで自分用意して、済ませてバックヤードの商品のパッキングをしていようが基本は立ち仕事。これは大変なもんですね。はい。サービス業はほんま大変です。早いもん勝ちでございます。やはり注文も一応必要だしね。毎日毎日が大変ですね。はい。すべてにおいて大変です。 まあ、いろいろダイエットの効果物、テレビでもやってましたしね。はい。いろいろさまざまな駆け引きとか、あとは物とかいろいろですけどもね。はい。昼食抜きも当たり前の時代ですね。買うオはやっぱりフレッシュです。そのお箱はビーズだそうです。というわけで、秋代創業の話でした。バイバイ。